こんにちは、皆さん。お久しぶりです。中山茂樹です。今日はですね、僕が台湾に今11ヶ月住んでいるんですけど、この11ヶ月で日本と台湾のすごい文化の違いや習慣の違いで気づいたことが、5つ今日考えただけであるので、それをご紹介していこうと思います。1つ目。台湾の人はバイクが大好き。で、これはですね、もちろん、インタビューを撮ったとかではないんですけど、本当に外に行くとですね、バイクの数が本当にすごいです。見渡す限りバイクみたいな形でですね、もちろん一般の車も多いんですけど、バイクの数がすごいです。なのでバスとか地下鉄も台北の中走ってるんですけど、みんなそれに、よりバイクの方がいいって言って、どうしてって聞いたら、やっぱり価格が安いってのと、もう一つは便利、細かいところまで行ける。僕は地下鉄も安いしバスももっと安いので、なんでそれに乗らないのって言ったら、そのバス停からバス停までしか行けないので、もし仕事だったら仕事場に行く時にバス停で待つ時間がもったいないっていうのもあるし、やっぱり自分の自走したいっていうのがあって、そのバイクが多いっていうのがまず一つ日本との大きな違いだと思います。で、2つ目、これは本当に大きく違うなと思います。ご飯屋さん、朝ごはん屋さんがとても充実しています。そしてあと外で食べる文化が基本なので、外食屋さんがすごい多いです。台湾の首都で一人暮らしをしている人はですね、基本的に外で食べることが基本です。なんでかっていうと、やっぱり家で食べるとなるとたくさん量を作らないとすごい高いんですね、自炊するのが。なので一人暮らしの留学生などはほとんどが、自炊をせずに、外で食べてます。あとは一人の家にキッチンがないところが多いという問題もあって、台北市内は特にそれで、外で食べるのが基本です。僕も、今2食食べてるんですけど、1日2食外で外食をしています。はい、次いきます。で、その3、また交通の関係なんですけど、毎日自転車をで学校に通学してるんですけど、かなり怖いです。何が怖いかというと、すごい日本と違って、車と、なんですかね、バイクがこう来る時にですね、日本だったら歩行者が歩いている時はこっちの止まるじゃないですか。でも台湾はそのまんま来ます。僕がこう歩いていると横からバイクが突っ込んできます。なので少し気をつけて、こう渡る時は右を見ていないとバイクが突っ込んでくる可能性があって、これはですね、かなり台湾の大きな今交通の問題だと思って、台湾人の人に聞いても「いや、あれは危ないよね」って。で、なんでなんだって言ったら、多分みんな急いで会社に行ったりしたいからじゃないって、その気持ちが表れてるんじゃないって言われるんですけど、いやー、本当にこれが毎日の生活で結構怖いですね。日本だったら止まる、アメリカでも止まるんですけど、それがみんな来るんですよね。そこがかなり大きく違います。4つ目がですね、こもった空気を嫌う。で、これどういう意味かっていう意味が分かんないと思うんですけど、今この部屋は今クーラー止めたんですけど閉め切ってます。で、別に締め切ってる理由は特になくて、クーラーをつけたらやっぱり空気が逃げたらもったいないっていうので閉めてるんですけど、よく授業中に先生がクーラーを入れて窓を開けたりするんですね。なんで開けるんだろうって思ったら、あ、ここの空気良くないからって言って、その1時間とか経ってこもった空気を出そうとするんですね。で、僕の横にいる、ルームメイトもなんか夜たまにその一番大きな扉を開けてるんですね。で、僕は蚊が入ってくるから嫌だなっていつも思うんですけど、空気の入れ替えをしてるみたいです。で、彼の窓はいつも開いてます。なのでクーラーを使ってはいないみたいで、空気の入れ替えをすごいこまめにしてます。5つ目いきます。5つ目、これはもう完全に僕が見た結果なんですけど、台湾の人はブロッコリーとエビすごい重要視します。意味が最初分かんなくて、なんでこんなにみんな気にしてるのかなって思ったら、まずそのお店のブロッコリー、そのお店のエビが美味しいかどうかとか、エビが大きいかどうかで、あとエビ釣りの文化もあるので、まずエビをたくさん食べるっていうので、そのお店がエビが美味しいかどうかでお店を判断することもあります。そしてブロッコリー大好き。これはもう僕もびっくりしたんですけど、親子丼の緑のパセリのところが、このブロッコリーになっていたり、火鍋の鍋のお店に行ったら確実にブロッコリーがあったり、日本よりブロッコリーを食べるなっていう印象です。今日はこんな感じでちょっとまとめてみました。ちょっと早口になったんですけど、台湾の現在2016年度4月現在の情報です。皆さんもしよかったら下の方に他のこともどういうことが違うのってところでコメントしていただいたら、ぜひお答えします。それでは、これからも台湾の動画を上げていきます。バイバイ。